わけでですね、おととい、あれだけ人がいたのが、見てください、この閑散とした風景をね。2日違うだけなのに、あ、でも少しいるな、少しいますね、人が。タイムではないですけど、これはどうなのかな。これはね、やっぱり雲だな、やっぱり雲にかかってますね。だいたいそうなんですよ、本当。ちょっと行ってみますか、あっち。なんか、あらならら、あらら、なになに、なんだあれよ。あ、猫ちゃん。あ、結構いますね、人が。まあまあいますね。やっぱり2日目でもいいやって人がいるんですね。あっちの方角でしょうね、多分ね、出てくるのね。はい、ということで日の出は見ません。今日はアブデカカースタントはね、できないな、ここは。さすがにね、こんな中でやったら緊縮者ですから。あ、猫ちゃんね、かわいそうに猫ちゃん。あらら、猫ちゃん、よいしょ。避けてやればいいのにね。あ、でも私ね、一回も引いたことないですね。でも動物もうアイルトンセナのね、見切りでこう2ミリぐらいで避けれますね。そんなこと言っててね、重大な交通事故は起こしちゃってたりするね。あ、まあ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 、危ないな。おい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 、やっぱりああいう緑色の服っていうのはやっぱり同化するんだな。今全然渡ってるのね、目凝らさないと見れなかったんですよ、歩行者。なんか茶色っぽい色の上下を着た人ね、見えなかったな。外気温が低下しています。路面に気をつけてください。おお、すごいな。いや、走っちゃってるよ、すごいな。あー、結構なおじさんだな。この寒いのにね、なんですかね、箱根駅伝にでも出るつもりなんですかね。あー、やっと温風が出てきた。あー、結構いる、ここには。あらららら、結構いるんだな。あ、やっぱりこれは宿泊してる人が見に行ったり散歩に行ってんだな。特に話すこともないんですけどね、昨日ちょっとね、ボランティアでね、某デパートさんに行ったんですよ、新宿ので。やっぱり入るときに、もちろん入館申請みたいなのが必要なわけですよね。で、入館しますよね。で、その時なんかバッジっていうか、名前が書いたこう名札と、その中に何て言うんですか、要はケースみたいのがついてて、その中に自分の書いた名前の書いたね、札を入れて、で、胸につけて、で、まあ、売り場に立つわけなんですけど、で、ちょっと、我々のね、ボランティア先の、なんていうの、先が本当にがっちりやるんだったら、ずっと閉店までいるんですけど、まあ、若干どちらかというと、こう、協力しているね、いただいている会社さんに作ってもらっているものを、ちょっと応援に行くみたいな感じだったんで、途中でね、帰らさせていただいたんですよね。
で全然向こうの人も全然いいですよそれはっつって、でただね売れたんですよそこそこ、でよかったよかったっつって帰ろうとしたらね、で出る時にそのすごいやっぱりこう書類を書いてね、でなんかあの誓約書みたいなの書かされるわけですよ、なんか入手した個人情報をね悪用しませんとかそういうね、まあ、そういう感じでの、まあ、簡単な紙なんですけど、それを出して、でさらにねそのバッジの中のその名札は抜いて、その裏にもなんかね署名をして、であのバッジの入っていたケースはなんかあのお賽銭箱みたいなのがあってそこに入れて、でその名前の書いた名札は、要はあの最後の守衛さんがいるね通用口みたいなところで出して、でそれで帰ってくださいって言われたんですよ。でああやっぱり厳格だなと思ったんですけど、でさらにねそうそう私途中で買い物したらなんかね向こうの人があの持ち出しシール貼りますかとか言うわけですよ。私はわけわかんなくて、え何ですかって言ったらね、あの出口で荷物チェックがあってこのシールが貼ってないとね持ち出せませんよとか言われて、えそうなんですかっつって、で、まあ、持ち出しシールは貼ってもらったんですけど、でその名札がね、いやあの私より先に出た人があのあだ名はね ガハクってしましょう、ガハクが先に出たんですよ私より。でガハクはねそれ知らなくて、その賽銭箱みたいなところに自分の名前の書いた名札をそのまま突っ込んで、で通用口じゃなくてね普通の出口からどうも出ちゃったらしいんですよ。で私があそうなんですかっつってその向こうの方に教えてもらってて、でその賽銭箱の中にね場所を教えてもらいに行ったんで、あそういえばこの中に我々と同じボランティア仲間がの名札も入ってるかもしれません、彼ってその中の紙を抜いて返すとか知らないと思うからそのまま入ってますって言って、あ入ってますねっつって、で向こうの人の顔色が変わっちゃって、いや参ったな困ったなみたいな感じでね、まあ女性の方だったんですけど困りましたねとか言われちゃってね、どうしようかって言ったんだね、でまだ近くにいらっしゃいますかって言うから、いや分かりませんっつって、ね、多分もう帰っちゃってると思いますっつって、ね、どうしたらいいですかねっつったらね、まあしょうがないですねっつってね、であのあれです、え私がどうなるんですかって聞いたら、例えば売り場で品物が足りないとか売り場のお金がね足りないとかなったら真っ先にこの人が疑われるだけですからっつってね、あそうですかっつってね、じゃあ大丈夫でしょうっつってね、私は正規なルートを通ってね出てきたんですけども、いやなかなかね勉強になりますねやっぱり、そういう催事とかでもねいるんでしょうね多分、万引き、その出店者でも万引きしちゃうやつとかね、あとはそのね売り上げちょろまかすやつとかいるんでしょうね、それだから要はちゃんとそういう出入りをね管理、まあ当然ですけどねそれはね出入りを管理してるんですね、でそうそうでということなんでね、画伯はもしもねね超有名デパートでねそのお金がねなくなったとかね大量の万引きがあったとか言ったら画伯がね真っ先に疑われてしまうっていうねちょっと面白くなっちゃったんですけどねそれ聞いてて、でそろそろほら二重橋の話にね変えないとねこの世の中の約600いくつ忘れちゃった645億人の二重橋ファンの方々が645だっけあれ648だったっけな、あれなんだっけな忘れちゃったよもうなんかね呪文のように唱えてましたけどね昔はね、まあまあ要はなんかねセールスポイント、セールスポイントでも何でもないんだけどね、党の本人たちはセールスポイントだと思ってましたからね、資本金がなんてね、
645万円ありますなんてね呪文のようにみんな唱えてますね。今も唱えてるんでしょうけどね。あのね、そういうそんなことをまだやってる人に人がいたらね、明日からやめましょう考えてもみてください。例えばあなたがね、ヤマダ電機で、テレビを買います。ヤマダ電機に行きましたね。でそしたらね、我が社の資本金はなんね何百億円でございましてなんてね、そんなこと言われてもね、クソの役にも立たない、うつせえな子ね、こいつって思うだけじゃないですかね。それをね、偉いやつから末端までね、みんながみんなが信じてやっていたっていうね離れてみると非常に滑稽だって分かりますよね。相手のね、資本金がどうなんてね、買い手からしたら全く関係ないことなんですよねどれだけてめえらが俺うちの役に立つんだっていうこととね、どれだけ雇用を買おうとしているものにね対して説明があるかってね、それが問題であってね、手前どもはなんてね、資本金がね640何、なんてね、うんぬんなんてねだから結局はなんかね、それをあれなんですよね、すり込み、要はひよこが帰ったら帰ったらほら、ものを親と認識してしまうと一緒でね、新入社員からみんな先輩とかがね、先輩とかね、その上の、課長だ部長がね、なんかね一緒にお前営業に連れて行ってやるなんてね、偉そうに言ってね、でさあ演芸場でね、やる一言も、まずはね、我々の資本金は640億円でございましてなんてねドカーンってね、お客さん受けちゃって、ね、でその次に来るのはね、我々の株主はなんてね、なんとかとなんとかとなんでねなんとかとなんとかとなんでね、我々の株主は松竹芸能と、なんてね、なんだっけな、あ、またなんか動物が侵入、あ、なんだなんだこれは、我々の、ちょっとわかんない、我々の、株主はなんてね、なんだっけ、どこだっけ吉本新喜劇と松竹芸能と、正木芸能社と、太田プロと、オフィス北野となんてね、あとなんとかとなんとかなんでねそんなことどうでもいいっていう話なんですよね、ということでね、そういうことをしている人がいたらね、できればねやめた方がいいかなと思いますね。ああどうしようかな、どうやっていこうか、ちょっとね、もうちょっと喋れそうなんでね、ローソンで買っていいか、いいや、寒いしチャップいしな、ああどうしよう、でもコーヒー飲みたいな、まあいいか、まあ、ちょっと朝焼けのこの風車ってこれ絵になるな、写真撮っとく。でちょっとね2023年になったんで私のチャンネルの説明を変えました。ちょっとその説明をね変えたんでやりますね。ちょっとやれるかなこれ、説明をね、じゃあ説明の説明の、ヒアリングバージョンをやりますね。てんてってんてんてってってんてんてんてっ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 てんてんてってん。チバニアン世紀0019。二重橋連邦政府は増えすぎた人件費を削減するためサミズを千葉の辺境へと追いやったサミズはその地で
動物広告サミ広告を名乗り独裁体制を敷き二重橋連邦政府に独立戦争を開始した。戦いの初戦は新型機動が兵器 YouTube を活用したサミ広告の圧倒的戦闘力の前になすすべがなかった二重橋連邦である。二重橋連邦はその圧倒的な資本金を背景に徐々に巻き返しを図り戦いは膠着状態に陥った。君は見続けることができるか。テレレーンテレレーン。天下り大地に立つ。はい、という感じで、これ最後まで聞いていただいた人はいるんでしょうか。ということでね、さあガンダムでも見っかな帰って。